各地域、メデルファード出身のサッカー選手。デンマーク代表。ポジションはミッドフィールダー。メデルファードに生まれ、2008年までデンマークのオーデン・セビー系のユースチームに所属した。2008年に、デンマークの U-17、ヤングプレイヤー・オブ・ザ・イヤーに選ばれると、チェルシー FC や AC ・ミランなど、ビッグクラブからコンタクトがあったが、 2008年10月17日、アヤックス・アムステルダムに移籍した。最初は、ユースチームに所属し、2010年にトップチームに昇格。1月17日のナック・ブレダ戦で先発し、エール・ディビジュデビューを果たした。2011から12シーズンは15アシスト、翌2012から13シーズンは、リーグ戦で13アシストを記録。2013年のシーズン、 リーグ戦4試合をアヤックスでプレーした後、シーズン途中トッテナムへ移籍。アヤックス在籍時はエールディビジ3連覇の原動力となった。2013から14シーズン8月30日、シーズン途中にトッテナムホットスパー FC への移籍が決定。2013年9月14日のノリジシティ戦でプレミアリーグデビューを果たし、同試合でアシストを記録した。 12月26日、ウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦で、フリーキックから、プレミアリーグ初ゴールを決めた。2014から15シーズンハリー・ケイン、ナセル・シャドリと共に、リーグ戦では、2桁得点を記録。2015年10月4日のスウォンジー戦では、フリーキックから2得点を決めた。2015から16シーズンリーグ2位となる13、アシストを記録し、 プレミアリーグの優勝は逃したが、チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。10月4日、スウォンジーシティ戦では2ゴールを決めたが、チームは引き分けに終わった。1月16日、サンダーランド戦では、先制点を含む2ゴールを決め、チームに勝利をもたらし、2月14日、マンチェスターシティ戦では、決勝ゴールを決めた。 2016から17シーズン12月3日、スウォンジーシティ戦では2得点を決めると、12月14日、ハルシティ AFC 戦でも2得点を決め、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。2017年1月4日首位のチェルシー FC との試合では、デレアリの2ゴールをアシストし、勝利に貢献した。2016から17シーズンは8得点15、アシストを記録。 チームの2位、2年連続のチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献。再び、プレミアリーグのアシストランキングでは2位となった。またスカイスポーツが選ぶ、プレミアリーグファンタジー11にも選出された。2017から18シーズン8月13日の開幕戦となった、ニューカッスル戦では、クロスで、 デレアリのゴールをアシストするなどにアシストの活躍で開幕戦の勝利に貢献し9月9日エバートン FC との対戦でこぼれ球を押し込んで2017から18シーズンの初ゴールを決めた11月1日 UEFA チャンピオンズリーググループ H ウェンブリースタジアムで行われたレアルマドリードとの対戦では後半チームの3点目を決め 3から1での勝利に貢献。トッテナムの CL グループステージ突破に貢献した。2018年1月31日、マンチェスターユナイテッド戦では、試合開始わずか11秒足らずの時間帯に、先制点を決め、2から0での勝利に貢献した。チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16、ユベントス FC とのファースト、レグの大戦では2から1と、 リードされた中、後半、ブッフォンの意表をつく低い弾道の直接 FK を決め、敵地での2から2での引き分けに貢献した。3月17日、FA カップ準々決勝、スウォンジーシティ戦、カーブを描くシュートでの先制点を含め2ゴールの活躍で、チームに勝利をもたらし、準決勝進出に貢献した。 4月1日、チェルシー戦では1-1の同点とするゴールをドライブをかけたシュートで決め、1から3での勝利に貢献、同ゲームのマン・オブ・ザ・マッチにも選出された。またこのゴールは、無回転ミドルとして、アンリラから賞賛を集めた。次節4月7日のストークシティ戦でも、先制点を挙げ、また、ケイのゴールをアシストし、 二から一での勝利をもたらし、二試合連続のマン・オブ・ザ・マッチに選出され、マンチェスター・シティ戦でも三試合連続となる得点を決め、2013から14シーズン以来の二桁ゴールを達成、2018年4月14日、リーグで二桁ゴールを決めるなどの活躍が評価され、初の PF 年間ベストイレブンに選出されるなど、10ゴール、10アシストとチームの3期、 連続チャンピオンズリーグ出場確保に貢献した。2018から19シーズン3月31日、リバプール FC 戦で、プレミアリーグの歴史ででこれまで、デビッド・ベッカムのみが達成していた、4シーズン連続10アシスト以上という記録を達成した。4月3日のクリスタルパレス戦で、孫文民のスパーズ新スタジアムにおける、 1> 第1号となるゴールをアシスト、その後自身も損に次ぐ、新スタジアム第2号となるゴールを決めた。チャンピオンズリーグ決勝では直接、フリーキックからゴールを脅かしたが、アリソンの構成部により得点は奪えず、リバプール FC に2-0と敗れ準優勝に終わっている。2019から20シーズンこのシーズンは、契約が最終年だったこともあり、遺跡が噂され、特に、 レアルマドリードとマンチェスターユナイテッド FC の名が上がっていたが、クラブ間合意に達することなく残留した。しかし、一連の騒動の影響からかシーズンに入ってからも調子は上がらず、9月1日のアーセナルとのノースロンドンダービーでは先発し、ゴールを決めたが、シーズン途中に監督がマウリシオ・ポチェッティーノからジョゼモーリーニョに交代して、以降はベンチ要員に降格。 さらに2020年に入ってからは、インテルマツヨナーレミラノからの関心が報じられ、実際に移籍することとなった。トッテナム在籍中の約6シーズン半にわたり、プレミアリーグを代表する司令塔の一人として、通算305試合出場、69得点89、アシストを記録した。また、4期連続のチャンピオンズリーグ出場権獲得や、 2018から19、シーズンのチャンピオンズリーグ準優勝に貢献した。2020年1月28日、インテルミラノにおよそ2000万ユーロの移籍金で2024年6月30日までの契約で移籍した。背番号は24。ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦ファーストレグ、ルドゴレツ戦で決勝ゴールとなった移籍後初ゴールを決めた。 リーグ第29節のブレッシア戦でセリエ A 初ゴールを決めたがセリエ A のスタイルに馴染めずリーグ戦でのフル出場はわずか2試合と多くの出場時間を与えられなかった2020から21シーズンになっても変わらず監督アントニオコンテの構想外となり11月には早くも遺跡の噂が浮上さらに12月に入ってからは ボルシアドルトムントやヘルタベルリンに加え、フルストッテナムの宿敵アーセナル FC などが、エリック戦の獲得を検討しているとも報じられた。しかし、コッパイタリア準々決勝のミラン戦で、試合終了間際に FK を決め、調子を取り戻す。以降、監督のコンテに信頼されて、スタメン出場が増加、リーグ第34節のクロトーネ戦では、 途中出場からゴールを決めて、チームの勝利に貢献した。チームの約11シーズンぶりのリーグ優勝に貢献した。2021年12月17日、インテルとの契約解消に合意し、対談したことが発表された。デンマーク代表でプレーするエリクセン2010年2月、デンマーク代表に初招集され、3月のオーストリアとの親善試合で、 デンマーク代表史上4番目の若さで代表デビュー。2010FIFA ワールドカップでは、グループリーグ第1戦のオランダ戦、第3戦の日本戦で途中出場して、同大会の最年少出場選手となった。2011年6月4日の UEFA ユーロ2 0 1 2予選アイスランド戦で代表初得点を挙げた。2016年6月7日のキリンカップ。 ブルガリア戦では、ハットトリックを達成した。2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では8得点、さらに2017年11月14日の、アイルランドとの 2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選プレイオフセカンドレグでは1から0と、アイルランドにリードされる状況から、ハットトリックを達成し、デンマークのワールドカップ出場権獲得の立役者となった。 2018FIFA フフワールドカップのグループリーグ初戦のペルー戦ではユスフ・ポール戦の決勝ゴールをアシストした。第2戦のオーストラリア戦は引き分けに終わるが、先制点を決め、マイン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。UEFA ユーロ2024戦では、全8試合に出場し、チーム最多の5ゴールを決め、大会出場に貢献した。 2020年10月14日のイングランド戦で代表通算100試合出場を達成した。2021年6月12日の UEFA ユーロ2020グループリーグ初戦フィンランド戦の前半終盤、味方のスローインに合わせて走っている時に突如心停止で倒れた。近くにいた複数の選手がすぐに基本的な軌道確保等を行いつつ、 その間に到着したチームドクターの判断でそのままピッチ上で AED による蘇生処置が行われ一度目の除細動で心拍が復帰しそのまま病院に緊急搬送された後に意識が回復して症状が安定しておりまた本人からも世界中の人々へ感謝するメッセージをメディアを通じて発しているポジションやプレイスタイルに共通する点があるところから メスとエジルと比較されることがある。デンマーク代表監督のモルテン・オルセンは、エリクセンについて、ファンデルファールトやスナイデルが、同じ年齢だった頃よりも、多くの部分でより優れていると思う。ファンデルファールトやスナイデルが、キャリアの、同じ段階にいた頃と同じくらいゴールを決めていると、語っている。これまで、たびたび FC バルセロナからの関心が伝えられている。ありがとうございます。